はい、どうもメンヘラおじさんです。さっき動画上げたんですけれども、婚活でですね、結婚相談所2社に入会を断りされてる件っていう題でですね、軽くお話ししたんですけれども、なんか再生回数が結構回ってるので、回ってるっていうのとですね、あとコメントでですね、なんか2件ほど、これについて意見をいただいてて、なんか興味がありますとか、なんか私、グッサンは言うたら精神障害者として結婚相談所で婚活してますけども、その結婚相談所の自己紹介欄で精神のこととか書いてますかっていうような質問をいただいてるんですね。で、個人的には言うたら思いつきで言ったことなので、もう再生が回らなかったら、自分の言うたら今頭にあることをバンバン出して、反応を見てるってだけだったんですけれども、今そういう形で早速返信が来て、返信というか反応が来てて、で、いつも結構厳しめのこと、指摘をいただいてる方からも、この言うたら話興味深いという話もいただいてますし、ちょっと話そうと思います。一応回答としては、言うたら夫婦さんへの回答としては、個人的にはですね、自己紹介欄には書いてないんですけれども、一応、そこのゼクシーの結婚相談所としては、事情を加味して、大手やけども年収は低いですよということもお話ししてます。私が、精神障害者ではなくて、普通の仕事で、この年であれば多分、倍ぐらいもらってるけども、そうではなくて、世間並みにはもらってるけども低いですという前置きも、あらかじめさせてもらってますと。で、一応年収ベースでは、入会基準クリアしてるから OK ですと。ただし、本交際に入る前、3回目ぐらいのデートで、お付き合い本当にしますと、で他の方と会いませんっていう状態になる前には、開示情報としてですね、精神障害者である点はお話ししてくださいと。で、精神障害者の手帳のことまでは言ってないんですけども、セットで言った方が、説得というか、フェアなのかなというところは、私的には持っててですね、そういうふうに一応してますと。で、言うたら、後で言うのがだるいんで、最初に会った時に、言うたら収入面で、話をするときに、いや、ちょっと私東京で病んでて、で、今も病んでて、一応手帳持ってますと。いう話をするか、病んでるから年収もその他の人よりも低いですと。ただし転勤はほぼないですっていうことをお話ししてるんですね。今大阪にいるんですけども、通常その大手さんやったら転勤が前提なんですけども、一応病院に通ってるっていうところもあるから、大阪内の転勤とかあるけれども、言うたら場所を移動する転勤って病院変えないといけないとか結構言うたらややこしいっていうところと、多分それが理由ですかね。っていうところと、受け入れ先もそもそもないんですよね、多分こんな仕事の仕方してるから。なので、転勤ないです。で、仕事、最低限の仕事なので、残業もしないでやるから、そんなに働かないけども、でも最低限の、言うたら書いた値段の保証はできます。いう話と、あとですね、最近の、解雇とかリストラとか ありますけれども、それには多分大丈夫だろうっていうことは自信持っていますと。っていうのはですね、障害者雇用に関しては法整備が今進んでまして、2% は絶対雇わないといけないっていうのがあって、で企業によっては特定子会社を作って障害者雇用しているものもあるんですけども、それとは別に、例えば会社内で精神障害者になったっていうことであれば手帳出してくださいと言われるんですね。で手帳出すと、一応障害者を雇用しているっていうことでカウントされるわけですね。なので、大手さんであれば当然その法的基準守りに来るので、リストラ対象になりにくいですとか、解雇されにくいと、一緒か、解雇もリストラもでされにくいですっていうことを、一緒に話してます。で、普通に会ってる女の子、結婚相談所じゃなくて普通の婚活パーティーとか、あるいはキャバとかで遊んでる時に何の仕事してんのとか言われた時には、仕事そこそこ働いてるけども病んでもうて、で手帳持っててそんな働いてないねんと。でも今言ったカクカクシカジカでって言ったら、いやそんなあんま働いてなくて給料それぐらいもらってていいやんみたいな、全然
その付き合えるとか、まあ、生活が考えられるんやったら別にそこまでその仕事に関してもそうやし、まあ、病んでても、まあ、一応普通に生活してて、まあ、しゃべりもおもろいから、まあ、全然いいやんって感じなんですけども、やっぱりお見合いに来る人ってあの言うと心身ともにあのちゃんとした人で収入もそれなりにある人っていうのをやっぱ求めている傾向が強いのかなと思ってます。だから、まあまあそもそもねイケメンでもないし体重もあるし、まあ、体重も副作用によるものでもあるんですけども、10キロか15キロぐらいはあるんですけども、まあ、言うたらまあシュッとしててっていうようなところで、まあ、まず私フロに落とされてて、でその中でも会いたいっていう人はいて、でもその中でもやっぱりその障害者っていうので嫌っていう人も多分いると思うんですね。私あの会話が合わないっていうのってほぼないんですよ。で、9割5分ぐらい会話も合います、お茶代なんか全部出します。でまあ全部出す理由は、まあ、出すのがマナーとか言われてますけども、こっちは楽しい時間過ごせたら全然いいっていうような感覚で払ってますと。で、断られる理由って、まあ、あの、私の働き方とか、やっぱメンタル系のところが、でかいのかなとは思ってます。少なくとも私は、言うたらメンタルが病んでなくて、あと100万、残業代含めたあと150万ぐらい上の600万ぐらい、以上であれば、多分普通に交際に発展してるであろうなっていうケースはもう多々あるので、はい。っていうようなところでございますかな。うん、なるほど。だから障害者とその婚活とか、まあ、障害者って言ってもその身体の障害と精神の障害でもまたその見た目云々と見た目云々のところもあるとか、あるいはその精神であればあの抗うつ剤とかのそのイメージがつかない、気分の落ち込みとかっていうところが、よくわからない、付き合い方がわからないとかいろいろあると思うんですね。あと先天的と後天的でも違うとか、入ってる会社によっても違うとか、多分障害者であれば障害者雇用で入っている大手さんの特定子会社であれば福利厚生結構しっかりしてるんですよ。そこに勤めている方とそうではない方とか、あの就労支援とかね、ああいうところってクソ安いんですよ。でそういうところで働いている方とかでまた全然対応が違うんで、あのね、なんていうんですかね、グレーというか、なんかあのテーマ広すぎるんですよね。実は障害者 と、婚活っていうだけでも、まあ、テーマがウルトラ広くなるんですけども、その障害者もピンキリピンキリって言ったらちょっと失礼なんですけども、あのなんですかね、まあ、例えば東大入った頭がおかしいっていうか、あの発達障害の人もいるんですね。だから賢いけども勉強はできるけどもコミュニケーションが取れない人とかいるじゃないですか。でそういう人がプログラマーになったら、まあ、そこそこの収入稼げるけども社会的なそのマネジメントというんですかね、そのコミュニケーションができないっていうところで、鬱になったりとかする方っていうのは多分グッズさんと同じような形に当てはまるはずなんですよ。だから学生時代ぐらいまでは嫌な人からは逃げれたし、その発達障害要因っていうのは出てこなかったとかね、あるいはまあ会社に入るまではそんなあの人にいろいろ言われても自分に自信があったから返したけども、やっぱり閉鎖的なそのコミュニティの中でいじめられたりしたら、やっぱりまあ病んでしまうとかっていうのはまあ往々にあるというような、まあ先天的か後天的か分かんないですけども、会社に入ってからの障害っていうのは、あの言ったら会社員としてのまあ仕事をしながら、まあ大抵辞めてる方もまあ多数いるんですけども、まあ辞めずに障害者手帳まで取ってしまったら、今の時代ね、もう5年ぐらい前に法律が改正されたので、そこからは少し生きやすくなったかなと思うんですけども、まあ言ったらこの今現在のね、グッさんの話で言うと、今会社にいて障害者手帳を出している正社員で入社した人っていう括りであれば、同じような形でお話はできるし、婚活についても話せるような気がするんです。ただ先天的に、言うたら養護学校に通ってて障害者雇用で入りましたっていう人はまたちょっと話が別になってくるというところでございます。なんか細分化したらって話ですよ。別に差別も差別はしてないですけども、まあそういう言うたくくりで言う区別はさせてもらってるんですけど、それだけでもなんかその前提が違うだけでだいぶ話も変わってくるんで、っていうところだと思いますね。だから障害者雇用は障害者雇用で入ったら、似たような境遇の方もいらっしゃるから、あのそういうところでまああのなんかお付き合いじゃないけどもあるかもしれないですし、逆にこういうこう言ったらまあ接種に入ってなったってなったら、やっぱ周りの見る目も変わるし、そういう人と付き合いたくないっていう人もやっぱり、いると思うんですよ。もうその偏見とかっていうのはね、あのまあ、あのみんな出さないだけでね、やっぱりもうあるかないかだったらあるはずなの でそういったところをまあ言ったら、なんていうんですかね、どういうふうに話すのかっていうのは、まあ、今の私にはちょっとこの動画の中ではちょっと容易はんというか、あのまとめきらんなっていうような感じでございます。で、そうですね、
まあなんか上場企業は公然と心身の障害と施工率が下がるという理由で入会を排除するってひどいということもまあコメントいただいてるんですけども、だからまあビジネスでやってるからっていうところもありますし、なんか結婚相談所もそうですけど、なんかこうブライダルのところって結構古い体質というか先進的ではないような気がするんで、まあそういう差別、まあ公然というのもどうかっていうのはあるんですけども、まあデータとしてやっぱり出していかないといけない限り、難しいと言われたらもうそれしゃあないなっていうところ、まあ言うたら会員としてね、その場でいやいやあなたは差別的な発言してて会社としてどうなんだと思いますって言ったとしてもですね、実際まあ言ったら蓋開けてみたらやっぱりそういうことは書いてほしいっていうのはよその会社さんでもまあ同様だと思うんで、そういう言った仕組みなんです、うちはみたいな形なんで、それを改善してくださいって今私が叫んだところに何も変わらないですし、まあそういう会社はそうなんだなというふうにしか思わないですし、まあ実際ね、無理くり入会させてもろたとしても、言うたらまあマッチング率とかそういうのが低くて、やっぱり無理でしたっていうことになるっていうのはもう分かってるので、もうこっちとしてはもう身を引いて、いやそこの会社さんとはもうちょっとお付き合いはしないというぐらいしかやっぱり一個人としてはできないですよね。まあ何ですかね、今発達障害の人とかの言うたらツイッターとかでね、発達障害バーとか言うたらコミュニティを作ってね、ワンコインで飲み会をしてる方とかいらっしゃるんですよ。言うたら偉い店長さんっていう方のですね、本のしょぼい企業で生きていくっていう中というか、まあその偉い店長さんが、まあ、経営してるところで、まあ言うたら一日店長みたいなのやってて、お客さんの中でなんか店長やりたい人がテーマ決めて店長やっていいよみたいなことをやってイベントをやったりしてるんですね。でそんな中でまあ病んでる人限定でとか、なんかそういう形のくくりで集まったりしてるん でそういうところで、まあ、見つけるっていうのも一つなんかもなとは思ってるんです。で自分もまあ言うたら障害者と婚活を合わせてそういうイベントみたいなのをできるようになればちょっとまた変わってくるかなとか、まあ当事者同士でいろいろ話し合うみたいな、そういう言うたらまあ NPO 的な、ちょっと今あれですね、いい顔しようとしましたね。グッさんはあんまそんな考えてないです。まあ自分が好みのタイプの人がいたらいい、で同じようにまあ病んでる人で当事者意識があってお互い配慮ができるんであればいいですし、まあそれか別にそういう病気はないけども、言うたらまあぐっさんぐらい稼いでるんやったら、まあ安心やし、まあ付き合ってもいいよって言ってくれるような人であればいいなと思ってます。ただそんなこと言ってくれる人も元彼の話延々とされて私はもうお断りしたっていうなかなかクズな一面もあるんですけども、もうそこは私が面食い面食いと今日も面食いってめっちゃ言われましたからねオフ会で、なんでもうそこは仕方ないと思うんですけども、まあそこはもう言うたら障害のせいじゃなくて私がクズなだけだというところなんですけども、この障害者とかける何々っていうのも一つのテーマになるんやと思って、お話しさせてもらいました。意外とそうですね、女性の方からのコメントがポンポンってきたんで、あれなんか変な話ばっかりしてるのに意外やなっていうのが今回というか前回の動画の感想で、まあそれで、今もう思い立ってですね動画撮らせていただきました。またニーズがあれば、障害者かける何々でもいいですし、なんていうんですかね、なんかまあコメントいただければ障害者かける何々で、動画作っていってもいいかなというふうに思いました。で、今オフ会をしていると言ってるんですけども、まあゲスな話をするオフ会もいいですけども、そういう、当事者、障害者かける何々みたいな当事者でなんかこうお話しして、別に飲みに行こうって言ってるわけじゃなくて、お茶だけしてですね、言うたらまあ発達障害でこうのこうのとか、うつでこうのこうのっていう話させてもらうのも一つなのかなと思ってます。あとはまあ障害者雇用ですね、障害者雇用のことで、いや別にまあ精神じゃないけども身体でも、言うたらまあそういう制度とかに関してはぐっさん結構調べたりしてるので、まあ法定では今 2.3%、雇わないといけないっていうのがあって、ある会社はその特定子会社といって障害者ばっか集めた会社作って、言うたら荷物の仕分けとかだけをやるっていう会社を作ってですねやってるであるとか、まあ、で、やってるところもあれば、障害者枠っていう枠を作って、配慮しますから入ってくださいって言ってる会社もあるんですね。で、障害者枠の求人もあるんで、そういう話をなんかしたい、全般をしたいですという、方向けとかにもですね、なんかまあ、お茶する機会があれば、お話しするのもありかなというふうに、今回というか前回の動画を見て思いました。以上です。